どうも、ゴミ屋敷パートナーズの石田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回ですね、動画の撮影をさせていただいて、大好評だったんで、続いて第2弾、撮らせていただきます。今回はどのようなお客様からのご依頼ですか？30代女性の方になっておりまして、なぜゴミ屋敷になったかというと、お仕事が忙しく、ゴミ出しに時間がなかなか取れないということで、ふくらはぎぐらいですねの量までゴミが溜まってしまったという形になります。皆様ちょっと気になるゴミ屋敷のレベルでいうと1から2ぐらいのタイプになります。お部屋の間取りもワンルームになっておりますので、ここまで荷物はない形になります。大体2トントラック 1.2 台分ぐらい、作業人数がちょっとね多めの6人でさせていただきます。それがなぜかというと、今回ちょっとね階段作業ということで、どうしてもねお時間の方がかかってきますので、午後からももう1件ありますので、それに間に合うように荷物の片付けと、あと今回ハウスクリーニングの方もご依頼いただいておりますので、そこもきっちり綺麗にさせていただこうと思います。場所がトイレ、お風呂で床です。ちょっとお風呂はね結構ね汚れがこびりついてたりしまして、床の方も結構汚れがひどい形なんで、そこを今回重点的にさせていただこうと思ってます。だいたい時間が4時間ぐらい、見てもらえれば綺麗になる形になります。それではやっていきます。今日も綺麗にゴミ屋敷パートナーズ、よろしくお願いします。お願いします。生活されたままの状態になっておりまして、本日クリーニングの方もお聞きしておりまして、キッチンのクリーニングですね。でお風呂がこちらです、はい、では始めていきます。よろしくお願いします。じゃあ資材入れていきましょうか。こちらの部屋が結構進んできたんで、こちらちょっと行ってもらっていいですか。仕分けをしながら作業をさせていただいております。食器は食器で固めて、海外の方でリユースにするのでリサイクルボックスに入れさせていただいております。で中に買い取りできるものは買い取りさせていただいているので、こんな形でちょっと仕分けして避けたりをさせてもらってます。今までで一番してきてしんどかった現場ってどんなんでした？2年ほど前に一番最上階の4階にワンルームなんですけども、上がる時点でちょっと匂いがきつくて、まず扉が開かない。で入ってみると天井に包丁でつくみたいなぐらいまで溜まってて、長年だと思うんですけど圧縮されてとってもとっても減らない感じで大変でした。高さはどれぐらいやったんですか？そうですね、3分の2ほどですかね。食品とか多かったんですか？そうですね、食品も多かったですし、はい、もう腐ったものとかも多くて、はい、ゴキブリとかもいて匂いもきつくって。時期的には夏ですか冬ですか？その現場暑かった記憶がありますね、はい、それも加えてしんどかったですね、はい、基本エアコンはつけないので真夏とかはやっぱりもう汗をかきながらの作業をさせていただくという形にはなりますね。だいぶ片付いてきましたが、今作業開始どれぐらいですか？だいたい1時間弱ぐらいですね。ここ1列ぐらいが片付いてからちょっと休憩させてもらいます。はい、これお願いします。
ですよ。ワンルームなんで作業もその分早く終わる形にはなりますね。今どんどん仕分けさせてもらってまして、こんな形でお写真を残す形であったり、まあ、はがきを残すもので、まあ、アクセサリーとかもあるので、最後こちらお客様に確認してもらうようにそれぞれの品目ごとに今分けてます。仕分けの方も一気にゴミ袋に全部入れてしまうとかではなくて、まあ、中には大事なものであったりとか、まあ、小銭関係であったりとかもあるので、その辺を僕らの方できっちり、まあ、仕分けをしながらっていう形でさせてもらってます。で、中には使えそうなものとかもいろいろあるんですけども、もうお客様の方でいるものは抜いてもらってるので、まあ、基本的にはまあ不要品という形にはなります。はい、今開始から1時間ちょっと過ぎたぐらいですけど、一度休憩させてもらいます。では始めていきます。お願いします。お願いします。ではちょっとオウムを一緒に出しましょうか。はい、ちょっとある程度仕分け終わってきたんで大物家具出していきます。ベッドの下からいろいろ出てきましたね。こちらの段ボール2つは何ですか？こちらは海外へリユースするものになりまして、はい、ここが全部ね処分になるとどうしても処分代という形で回収代かかっちゃうので、海外でリユースするものは無料回収であったりするものになりまして、でこちらはまあ個人情報の、まあ、書類であったりとか、まあ、きっちり処分させていただいてます。今入り口の部屋はきれいに回収できましたので、まあ、どんどん先に掃き掃除させてもらって、この部屋が終わり次第ハウスクリーニングという形になります。ハンガー分けられてますが、そのまま回収はできないんですか？回収自体はできるんですけど、きっちりと服は服で分けないと資源ゴミで出せないので、きっちり押し分けさせてもらってます。するにあたって気をつけることはありますか？今回結構お客様のいるものとかがこちらにあるので、間違い捨てないように気をつけながら仕分けをしていってます。作業人数も今回ちょっと多めの6人でさせていただいてるんですけど、荷物自体もねそこまではないんですけど、最後ねちょっとメインのクリーニングがあるので、その辺まで気を向かずにお客様に喜んでもらえるように意識して作業させていただいております。いやもうあとは掃き掃除で終わりなんですね。こんな形になってます。で、手帳に残すものがこういった形になります。はがきであったりとか、まあ、切手であったりとか、手帳、印鑑、アクセサリー類、小銭とかも出てきたので一応全部残してます。そろそろハウスクリーニングの方を始めますので、よろしくお願いします。お願いします。